キレのあるアイアンショット、この打ち方を今日は解説したいと思います。皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田修平です。今日のテーマはアイアンのキレ、キレって何なのみたいな、切れ味鋭いスイングって何なのっていうのがよく僕質問されるんですけど、まあ僕のスイングはなんかこう切れ味があるみたいなことで、ちょっとねこういう、まあ普通にちょっと打ってみますけども、なんかピャッっていう感じ、これがなんか切れ味鋭いスイングだということで、何をするとこういうふうな打ち方ができるのかって皆さんですね試行錯誤してると思うんですけれども、ちょっとその方法というかね、秘密をちょっとね今日は解説していきたいなというふうに思います。でこれはまず3つのポイントでお話ししたいと思うんで、これを一つ一つ丁寧にやっていただければ、少し切れる感覚が生まれるから、ぜひですね聞いてみてください。でまず1つ目、これがまず、一番大事なところなんですけれども、リストコックなんですよ。リストコック、これは切れが生まれるっていうのはどういう感覚かっていうと、クラブが鋭く動くっていう感覚なんですね。こうで突然シュッと動いてくる感じの時に切れが出てる感じに見える。そうするとクラブヘッドがずーっとこう同じ速度でいるとあんまり切れがないんですよね、はい、でここが自然にこうくるっとこうクラブがナチュラルに自然に回ってくる感覚ですね。くるっとこう、これがあるとキレが生まれる感覚になります。なのでキレイにリストコックができるように練習してください。ここでキレイにこうスルッとコックが入ってくる感じなので、体があんまり回らなくていいんですよ。アイアンなんか肩を回さないと飛ばないと思ってる人が結構多いの。なんかドライバーとかはもちろん長いんでこう大きな動きになるけれども、アイアンははっきり言ってこう切れさえ出ればこうクラブヘッドさえ動いてくれれば飛ぶんだよっていう感覚がめちゃめちゃ重要なんですよ。これができると傾斜地でうまく打てるの。傾斜地になっても真面目なスイングしようとする人多すぎ、なんかこんな傾斜なのに先生肩が90度入りません、いや入れなくていいからみたいな、ね、そうですね。こういう時に見ててこういう状態でバックスインしますよ。入ってます肩。入ってないでしょ。入ってないけど、はい行きましたみたいな。こんなようななんかクラブにシャフトにうまくこう働きかける感覚っていうのを身につけてほしいんですね。これ練習方法は、クラブのまずは重心。重心位置を握ってあげて、この2つが今1対1の重さになってるはずですから、これでクラブを回す練習してください。こうやって、はい、早くこれだけでいいです。スイングはねで手からやらないでね、ちょっと足からとクラブがくるっと回る、でそれを戻す戻すで何回もやっていくと、あこれがインパクトのタイミングだし足のタイミングだなって分かる。でそれを実際のスイングとしてつなげていけば、さあさあね、分かりやすくもっと短く、さあさあこういうふうに。で、キレが生まれますよっていうのが、一つ目のポイントになってきます。で、それが分かってくると、こういうふうに、しなりが生まれてくるでしょ。こういうふうにね。で、これが2つ目の要素。ここでしなりを感じてくれれば、こう小さい動きの中でもキレって生まれてくるから、しなって戻る、しなって戻る、しなって戻る。このタイミングを作ってくると。で、よくターフを削れる状態になると、切れる、要するに芝を切るみたいな感覚になると思うんで、これが切れる感覚ですから、打った後にシパンとこうね、芝が取れる感覚っていうのが、皆さんに、やりたいなというところがあると思うんですけれども、これはね結局こうやってシャフトがしなると、ほら戻る時にほら地面擦れるんですね。シャフトが硬い人、硬いと下あんまり擦れないんですよね。なので
こうシャフトのこうこういう働きかけ、ここの切れ味が欲しいってことになるわけね。これね、だから切り返しのところでしなりを感じれるかとか、これがポイントになってきます。練習はこういうワンスピードとか、まあワンスピードじゃなくてもいいですから、同じで分かりやすくワンスピードにしてますからね。切り返しでこういうふうにシャフトをしならせるように揺らしてください、ね、揺らし方としてはこの人差し指にシャフトがぶつかる感覚、こういうふうに右手でね、で片手振りの方やっていただくと、こういう感じ。そうすると自然と地面に叩けますよね、実際のアイアンでも。こういう感じ。つまりアイアンの切れ味が鋭い人はこういうことがやれる。打つ前にこうやってワックルやるんですよね。これでシャフトのちょっとしなりを感じて、それからこう打ってる。少しこうワングルの練習なんかをすると非常にいいです。シャフトのしなり感じてから、それから来ると、こんな感じですね。これが2つ目の要素。そして3つ目、切れ味の鋭い人のポイント、フィニッシュで止まる、ね、フィニッシュで止まれるかどうか、これが最後のポイントです。でフィニッシュで止まるために何をしなきゃいけないかっていうと、連鎖性なんで、最後の切れを作る上で大事になってくるのは、順序よく、クラブヘッドに力を伝えるっていう感覚を使う。一番いい方法は、クラブを左右に連続で振るだけで、これよくやるんだけど、やっていくうちに何を覚えるかっていうと、スイングの感覚をちょっと言葉で具現化すると、足、膝、お腹、胸、肩、肘、手、シャフト、ヘッド、この順で動いて止まる、動いて止まる、動いて止まる、常に連鎖して動いて止まるって感覚、動いて止まる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 って、こうダダダダダダダってこうね、連鎖性のシークエンスなんですよ。順序ね、順序よく止まっていく。そうすると、止まる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 、最後にヘッドがバチン、こういうね、こういうタイミングを理解するっていう意味合いなんですね。なのでフィニッシュで止まれる人っていうのはちゃんと順序よくスイングできているっていう証拠になります、ね、ですから連続で振ることによって、足からヘッド、足から徐々にヘッドになっていくように、こういうふうに流れを作っていると。でちゃんとフィニッシュで止まる。ですからまず一番最後に初めに止まるのは足なんですね。なので練習としてね、一回足が止まったところで終わるようにしてね、まあ、このぐらいですね、このぐらい、腰が半分ぐらい回ったぐらい、ここで構えて、ここから最後までフィニッシュまで行く。こうすると止まれますから、フィニッシュまで行った感じ。上半身は正面、バックスイングこれしか上げれませんよ。止まれるんですね。なんでかっていうと、これ上半身が先で下半身後だと、これだとおかしいでしょ。あと止まれないんですよね。どうしかというと正面の方が最後にスピード出なきゃいけないのに、先に動いてる状態からだとできますけど、最初にこっち側が動いてる状態だともう足はついてこれないので、そうするとこれ土台がぐらついてしまうから、ちょっとフィニッシュに近づいたところでやめといて、こういうふうに、あとピタッと決まると、キレのある感じ、まあ、バランスのいいスイングになるということになりますので、この辺がスイングのキレを出すという方法ということになるわけですね。はい、ということで、じゃあね、その3つを踏まえてちょっとね、まとめてみますね。まずは、クラブをこうコッキング、自然にリストコックがなるように、クラブが回る感覚。そして、シャフトのしなりを作って、地面をこうちょっと叩くようなイメージ、そして最後のバランスよく、この3つちょっと打ってみます。ピタッと終わる感じね。
ットわざとかっこよくやってみました。はい、ということで、今日はね、アイアンの切りを出すというね、3つの展開、クラブを回すとか、あとシナリオ出すとか、バランスよく振るとか、やりたいなっていう動き皆さんあると思うね。めちゃめちゃそのかなり深いところ、僕がやっている秘密みたいなものをね、解説してみたので、ぜひですね、こっそり家でこっそり練習でやってみて、あからさまにやると原田ゴルフ見たとかって恥ずかしいかもしれないからね。ということで、このチャンネルは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします。あとね、私、オンラインサロンというのをやっていて、毎朝ですね、 YouTube には言っていないような内容の、ことを朝ラジオ放送しています。いろんなゴルフのエスプリや、歴史についてとか、ゴルフの用語、いろいろな、ゴルフの発祥のいきさつだとかですね、あんまり YouTube で言ってもあんまり主張が上がらないようなことをね、サロンでは言ってますから、こういうのを聞くとですね、ゴルフの知識が深まって、いろんな、仕事のゴルフ談義の時でもね、仕事場でもね、一目置かれる男になりますから、ぜひですね、オンラインサロン7日間無料ライトプランで聞けますので、ぜひ入ってみてください。ということで、今日もありがとうございました。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。